ネージャーになるとまたもう規模が全然違って、この事業全体を見ていかなきゃいけない。で、環境整備だったりとか、運営に関してとか、この数字も入ってきたりとか、収入がいくらでとか、支出はどれぐらいでみたいな話も出てくるし、未だにすごい苦手意識は強いんですけど、数字に関しては。ただなんか、リーダーの時よりも、なんだろう、自分の思ってることが形にしやすかったりするのはマネージャーかなっていうふうに思います。まあそれはね、その職員の育成とかも踏まえて、もう全部自分の責任になってくるので、でリーダーの頃まではその結果が出るまでの過程も認められてたんですよね。ですけど、もうマネージャーになった瞬間にその過程はどうでもよくて、結果が全てっていう立場になってくるので、なんかそこはプレッシャーじゃないですけど、どうしても今までこう過程も含めて認めるものがってたところはあったから、結果だけを求められるとちょっと不安みたいなところもあったかなと。だでもすごい楽しいですけどね、立場が変わって見る景色も変わってくると、それはそれですごく充実してるなっていうふうに思っています。こんなところでよろしいですか？